住吉祭は7月31日に大阪市の住吉大社で行われる霊体祭を中心とした祭礼。愛禅祭、り、天神祭とともに大阪三大夏祭りの一つ。住吉大社のあらは大原井神事とされる豊臣木大阪図屏風に描かれた祭りの様子住吉祭りは7月31日に大阪市の住吉大社で行われる霊体祭を中心とした祭礼。 生国玉祭り、天神祭、住吉祭と続く、大阪三大夏祭り一つ。お祓いとも呼ばれ、住吉大社の夏祭りの一部、あるいは夏祭りそのものを指している。競技では、住吉大社の夏祭りのうち、7月30日に行われる宵え宮祭り、7月31日に行われる名古芝居神事、霊体祭を指す。では、 7月の海の日から8月1日まで行われる住吉大社の夏祭りそのものを指している。土地の者たちが住吉祭といった場合、7月31日と8月1日の住吉大社の夏祭りを指す。住吉大社 HP では競技の意味で説明している住吉大社人代記によれば、住吉大社の夏祭りは奈良時代には6月の5解除として、 恒例的に行われていた。現在の住吉大社の夏祭りは、7月の海の日に、住吉公園で、三越洗い神事が行われ、始まる。7月31日には、名越市原神事や、第一本宮で祭典が行われ、熊の舞や、住吉踊りが披露される。8月1日には、三越と魚祭が行われる。2005年から徒歩でのお渡りが復活した。 ありがとうございます。